酔っ払うと、男女問わず、スキンシップ、人肌恋しくなる吉田羊。平成ジャンプの中島裕翔さん、22、との7日間に及ぶお泊まり恋愛が報道された吉田羊。酒豪としても知られていて、とにかく明るい酒なんです。だから、吉田と飲んでみたいって思っている人もたくさんいるという。そして、吉田は酔うと、あることないことを喋るのと、男女問わずスキンシップをする。人肌恋しくなるみたいで、よくペタペタ触っていますと明かしたこともある。20歳の頃に飲みまくり、毎日のように二日酔いだったマギー。日本とカナダのハーフモデル、マギー。お酒が大好きで20歳になったばかりの頃は、シャンパン、焼酎、ワイン、テキーラなど、ありとあらゆるお酒を飲み、毎日のように飲んでいた。当時は毎日のように二日酔いだったという。モデルの秋元梢、28、と、店の焼酎ボトルを持ち出して、朝まで飲みまくったなんて、レジェンドを持つ。毎日飲む、井上真央。玉木宏と共に、お酒のイメージキャラクターに就任した女優の井上真央、29、が、新 CM 発表会では、大人になったなとしみじみ。そして、ほぼ毎日お酒を飲み、酔っても顔に出ないという井上は、酔っても周りには気づかれないので、もっと飲んだら、って勧められちゃって、飲みすぎちゃう時もありますと、苦笑い。また、飲むと褒め上手になり、相手を褒めまくるそうだが、だんだん嘘っぽく聞こえるみたいなので、気をつけないとと、反省。さらに、今は、一人で飲む時が大人だと思いますね。毎日飲んだり一人で飲んだりと、おじさんみたいと、苦笑いを浮かべていた。あの和田アキ子をも驚かせる酒豪ぶり、こじるりこと小島瑠璃子。今や、テレビで、その顔を見ない日はない、超売れっ子タレント小島瑠璃子。和田アキ子さんに、小島を自宅に招待したのに、大酒飲んですぐに寝たことを暴露された。和田が言うには、確かに、自分は、3リットルぐらい飲んでしまうこともあるが、小島も家に遊びに来た時に、1.5リットルぐらい飲んでたという。もはや別格の酒豪ぶり？水木有紗。2015年3月に、建設関連会社社長、青山浩二氏、43、と結婚した女優、水木有紗。夫とは、一緒によく飲みますよ。旅行に行った時はお昼から飲んだりしています。夜もたしなんだりしますねと、仲睦まじい様子。酒なら何でもいける酒豪で、親友の島崎和歌子や、弟分として可愛がる上地雄介とは、浴びるほど飲むそうです。和歌子酒で、お酒に目覚め一人酒を楽しんでいる武田里奈。和歌子酒、シーズン1から主演を務め、新シリーズでも、見事な食べっぷり飲みっぷりを披露する武田里奈、24。本作への出演を、きっかけに、お酒の美味しさに目覚めたようで、まだ第2シーズンがあるとも、決まってない時から、もっとお酒を研究しよう。と、いろんなところに飲みに行くようになったとのこと。いいのか悪いのか、わからないですけど一人酒がほとんど。居酒屋さんに行きますねと、苦笑した。